ジョッ、プロスピエースということで、こう流行らへんかな、プロスピエースって言って、俺は勝手にやってるだけだけど、これなんか CM で使われないから、プロスピエースっていう、かっこいい、なんか、俺多分俺だけじゃんね。あの、それか、他のプロスピの YouTuber の人、やってほしいよね、プロスピエースってみんなが。やばくない？やりだしたら。なんか、あるかもわかんないよ、CM で。その俺が出るんじゃなくて、誰かがプロスピエースってやってる、パシーッチってなんか A みたいなのが出て、じゃあちょっと一回やっとくから合成してよ。俺がプロスピエースってやるから、ここら辺にプロスピエースみたいなやつ、 A のやつちょっと やってよ。いく、プロスピエース、どう、どうですか皆さん、いけますかね。コラミの皆さん、よろしくお願いします。もし、いいなと思えば、もしよろしくお願いします。俺だけだからね、やってんの。これ広げていきたいね。ちなみにですね、これ、家でやってて、プラチナランク3に上がりました。91勝98敗の勝率4割8分1厘なんで、正直、プラチナランクに上がれば上がるほど全く打てなくなってなかなか勝ちきれないんですけど、ランク3に上がりました、やっと。でも初めて1ヶ月くらいでしょ、プロスピーね。だから1ヶ月くらいで上がったからすごくない？これすごいのかな、それか普通かな、簡単に上がれますよみたいな、試合さえあればみたいな。でも結構頑張ったんですよ。じゃあ今日も公開試合していきますけど、だってなんて言ったってまだ B の秋山はレギュラーだからね、チームの柱で、俺防御率今 0.43 だからね、頑張ってない、打率も1割3分2厘ってもうクソ。あとなんか常人6位っていう、これなんかね、勝っていくとなんか上がっていくからあれなんだけど、1割3分2厘やばいよね、打率で防御率本当4分3厘だから頑張ってると思うんだよね、あのリードのみで。さあ今日も行こう、落ち合いドラゴンズ野球行こう、1点を守りきるっていう、もうだからもうリード命がけ。わ、名古屋ドームやった、そんなこと言ってたら今日も俺も千賀だけど相手も千賀、千賀対決。さあ亀行こうよ、インハイマシ作戦、心地いいな。うわー、そんなに落ちひんのか、スラブ、うわー、なんや、もうインスラブ使うな、ほんま。フォーク、おー、読めてる。我慢で腕振ったわ、ショートゴロ。マッスル行こう、マッスル行こう。インコース待ち作戦、なるほど、そうですか、マッソー来た、失投を逃さず、マッソー、さすが、くー、さあ行こうよ、圧を行こうよ、マッソルからの圧を、おすっげえいい球、今あんなも反応できひんで、まあいい、まあいい、1点取った、よし、うちの千賀は行くよ、うちの千賀は抑えるよ、そうです、ボール球を振らす、わあ、あっちもマッスル来た、マッスル打たせないよ、そういいね、フォークに頼らない、フォークに頼らない投球、そうそうそう、そう、スロースライダーからのカットで詰まらせてね、フォークに頼らない、千賀イコールフォークって思ってるからね、そう、ナイスボール、お、やばい、わあ、危ねえ、俺も失投投げてるし、
ここでフォーク。そうですね。オッケー。二の前になってる時だった。はい、オッケー、ナイス。あぶねえ。俺もど真ん中シット投げてるし。二の前だったやん。ああセカンドゴロ、まあいいでしょう、まあいいでしょう。落ち合いドラゴンズ野球1対0で勝つ。ホークス1点リードで迎える最終回です。そういいところへ決めてきます。ストライクです。156キロがいきなり出ました。さあ通信の決めボール。そういうフォークを投げない、ね、ここで投げる。来ないと思ったら来るフォーク。ほい、あれ、ほら胸元インハイヤー、見逃し。はい、止まらせてサードフライ。オッケー、リード完璧やん。やっぱフォークっていうイメージあるんやろな。でもイメージ通り抑えろ、ここは。ほい、オッケー。そう、フォーク投げないよと思ったら投げる。で、フォークと見せかけて縦スラ。あら、ボールか。オッケー。そうそう、完璧よ。リード完璧よ。投げないよスライダー勝負っていうね。今日リード完璧だったですね。ほらプラチナ3でもなんとか頑張って勝ててるっすね。いやーいい感じっすね。結構頑張ってるっしょ。打てへんけどね。打率1割3分やばいから打率。しかももう感度マックスにしてんだけどね。みんながなんか感度マックスにした方がいいですよっつってやっててあれなんだけどね。だからもうできる術ないね。じゃあなんかもうほんともう1対0で勝つしかないもんね。どうやったら勝てんねやろな。まあ勝ってるからいいか。勝てんねやろな。勝てんもんな。どうやったら打てんねやろなって。まあもう落ち合い流野球やから俺はもう。ということで試合終わってから電話でよかったですね。試合やってる時電話かかってきたらちょっとビビりますもんね。じゃあ、契約書いきましょうか。最後に S ランク確率 10% 契約書をいきたいと思います。さあ皆さん何が出るかお楽しみに。それではまた会う日まで。